ゃ行くわ。もうさっさと、今レベル39やねんけど、これを40にしたいねん。それだけの話やねん。とても簡単な話やねん。ただただ僕はレベルを上げたいだけやねん。頑張るわ。うん、追い出されたわ。早く、早くして。視聴者すぐ怒るから早くして。そういうとこやで。たださ、昨日寝不足の中さ、2時間ぐらい眠い眠いって言いながらやっとってんけどさ、ランク18まで落ちて結構笑ってんけど。落ちるとこまで落ちたなっていうぐらいまで落ちました。いや、嫌です。よっしゃ。頑張るぞ。ランクが18とかやったら結構初心者と当たるので困ります。まあ僕も別にこのゲーム初めてまだ20時間ぐらいやから、そんな上級者でも何でもないねんけど。とはいえ、あ、この人、このゲーム知らんなっていう人と結構当たると、まず勝てないので。このゲーム、最近流行りの非対称型対戦ゲームやねんけど、何ゲーなの？ああ、もうそういう人のために、じゃあこのゲームの魅力を全て僕がお伝えしよう。このデッドバイデイライトは、ここ最近、やにわにゲーム業界で流行っている非対称型対戦ゲーム。非対称型対戦ゲームというのは、例えば、今までのゲームならチーム戦となると4対4、5対5という風に、数を同じくしてフェアな戦いが繰り広げていたが、非対称型対戦ゲームはそうではなく、例えば、1対4、1対5という風に、非常に強力な力を持っている一人対、強力な力は持っていないが、力を合わせてそれに立ち向かう多人数、1対多人数という、そういうルールのゲームが、この非対称型対戦ゲームと呼ばれているもので、このデッドバイデイライトも同じく、一人の強力な、殺人能力を持つ殺人鬼対、一切戦うことはできないが、皆力を合わせて脱出を目指すサバイバーに分かれた、1対4の鬼ごっこゲームなのさ。で、僕が選んだのはサバイバーだから、サバイバーは基本的に戦うことは一切できない。まあ、逃げることはできるけれども、戦うことはできないし、敵に追いかけられたらまず捕まってしまうという非力な存在だ。だから、殺人鬼には見つからないように隠れてしながら、このステージからの脱出を目指す。このステージには必ずゲートが2つある。が、ゲートは閉まっているので、まずそのゲートに電力を供給する必要がある。おっと、早速味方と出会ったね。その電力を、おっと、いきなり心音だ。この心音が鳴ったということは、自分の、わずか30メーターか40メーターぐらいの距離に敵がいるということだ。ああ、襲われている。味方が襲われている。かわいそう。僕はこの隙に逃げます。んー、かわいそうやな。頑張ってな。めっちゃかわいそう。ああ、めっちゃ追いかけれてる。めっちゃかわいそう。めっちゃかわいそう。ああ、めっちゃ、ああ、やれた。ああ、超かわいそう。超かわいそうやな。超かわいそうやわ。うわ、つわ、捕まった。かわいそう。めっちゃかわいそう。まあ、でもあいつメガネやし、ええわ。オタクメガネやし、ええわ。ああ、吊るされた。かわいそう。ああなってしまったら、もう自力の脱出はほとんど不可能。僕がここにいることには気づいてないでしょう。ああ、チェーンソーやね。まあ、ああなってしまったら自力脱出はほとんど不可能なんですけれども、当然、このように僕が味方として助けに行くことは可能です。大丈夫かい？大丈夫かい？一旦ここを離れよう。君を直してあげたいのは山々なんだけれども、一旦ここを離れよう。こんな微妙な、まあいいや、もう、直しちゃえ。なんか向こうは向こうで敵、味方を、他の味方を襲ってるっぽいから今のうちに直しちゃえ。はい、おめでとう。じゃあね。まあ、とにかく左側に書いてあるけれども、5という風に書いてあるね。このステージには、発電機が7つあるんだけど、この7つのうち5つを修理しないと先、このエリアを出るゲートが開かない。この発電機一人で直すとすごく時間がかかるので、こんな感じで味方と一緒に協力して直すと早い。が、殺人鬼は全ての発電機の位置が分かっているので、何も考えずに直していると結構見回りに来た発電機、殺人鬼に見つかってしまって追いかけ回されたりする。
とはいえさっきの見てたらわかるけど、多分この殺人鬼キャンパーじゃないから、キャンパーって言って一人を吊るしたら、そのキャンあの吊るしたやつの周りでそいつが死ぬまでずっと待ち続けるっていうスタイルのやつがいいねんけど、このゲームにおいてそのスタンスは初心者には通用するけど上級者には一切通用せへんから。めっちゃ襲われてんな。あ、でも助かったな、吊るされた人。どこやろ。あーかわいそう、あーかわいそう。頑張ってー、頑張れー。あ、ちなみにやねんけど、サバイバーはこんな感じで周囲見渡せるけど、殺人鬼側はね、一人称視点やねん。自分が見てる正面しか見えへんだから、後ろとか横とかが見えへんねやんか。なので実はうわーって追いかけられてる最中にスッてこの辺に隠れたら、そのまま横をダーって通り過ぎていったりとかするよ。視界が狭いな、圧倒的に。ただし今みんな怪我が回復したけど、さっき1回切られる、2回切られたらダウンすんねんけど、基本的に1回だけ切られると血が出てしまって、しかも痛い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 みたいなこと言うんやんか。痛い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 みたいなこと言ってると声が漏れてしまうので、殺人鬼からちょっと見えやすくなっちゃう。あ、ちょっと誰かが修理してる音聞こえるな。ちょっと今カラスいるから、カラスを飛ばしたくない。あー、めっちゃ修理してるやん。俺もやる。あー、何もできなかった何もできんかった。さあ、これで2つ修理したね。あと3つや。ただ発電機は7つしかないので、直せば直すほど残りの数が減っていくんですよ。ということは敵も見回る発電機の数が減るってことやから、後半になればなるほど敵と出会う確率が上がってしまうねんな。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。え、歳三さん見てんの？歳三さん、あれから僕なんか一人で個人的にめっちゃやり込んで、知らん間にすごい上手なったよ。まあ、でもそこまで劇的に上手くはないねんけど。直しきった発電機は壊せへん。寸止めなんてまだやってる人いんの？寸止めって今意味あんの？だって今発電機壊せるやろ。もうなんかどこの攻略サイト見ても今発電機はあの寸止めする意味なくなったから、やらなくていいって書いてあんねんけど、やらなくていいって書いてあるし、実際僕やってて途中で放置してしまうと、余計あのそれをおとりにされてしまうっていうのがすごい増えたので、結構めんどくさいからやってないんですけど。結構半分ぐらい直したやつを一回蹴られて、あの壊されてしまった挙句、壊されたらちょっとずつ耐久度が減っていくんやんか。ただちょっとずつ減っていくっていうことはまだ残ってるってことやから、諦めきれへん生存者が戻ってくるから、それをおとりにされて結構釣られたりとかすんねんけど。あ、すごい襲われてる。あ、ってことは今向こう側誰か行けへんかな。今向こう側誰か行けへんかな。あ、誰か助けてあげた。誰か、じゃあこの人は俺が見とこう。見つつちょっとこの辺の。サバイバーは発電機の場所が分かれへんねん。だから毎回こうやって歩き回って探し回らんとあかんねやんか。あ、見つかったんちゃうこれ。あ、見つかってんな。どうしようかな。ここちょっと逃げるのに向いてない。キャー、やめてください。こうなるよね。まあ、ここはこうなるよね。そりゃそうなるよね。こいつチェーンソーは使ってフリー、あの突進してくんねんけど、こいつのチェーンソー突進中は方向転換が効かへん代わりに、あの確定で一発でダウン取れんねん。だから今みたいに横に逃げられへんところ結構避けにくくて、どうしようってなる。あ、どうしようどうしよう。で、こうやって釣られてしまうと基本的に脱出はできないので、おとなしく釣られてた方がいいです。おとなしくしよう。おい、ありがとう。ほんで、あ、来てるな。あー、マジか。これは
これはすごい。めっちゃ運悪い。というか今気づいたけど信じられへんぐらい負けてるやん。あ、あかん、ダメみたいですね。あ、ダメみたいですね。全然味方見てなかった。まああと3つやから最悪私が釣られれば残った1人は脱出できたっちゃできてんけど、ワンチャンこの辺に脱出ハッチ分けへんかな。あ、脱出ハッチあったーみたいな。あ、すごいすごい、ちゃんと場所を把握してはらっしゃる人や。あ、ランクが静かに下がっててしまう。ちょ、もう一回やらして。だから多分今殺人鬼側にはやった、勝った勝った、今日はドンカツだって出てるよ。みんちゃんどんだけ可愛いね。ということで僕はミンちゃんにしたいねんけど、ミンちゃんにするためにはもう一つ僕はメグも育てなきゃいけない。スプリントバーストもティーチャブル取らないといけないから、とりあえずクローディアレベル40までしてティーチャブル全部取った後でメグでスプリントバーストのティーチャブルを取った後ミンちゃんを育てようって思ってます。猫共通パーク、いや、まあ、しゃあないよな。でも、セルフケア、正直、クローディアで欲しかったん、セルフケアだけやねんけど。ボードタイムのティーチャブル、ボードタイムって何？さっきも言ったけど、僕、このゲーム始めてから20時間しか経ってないからね、まだ。まだ、クローディアがやっとレベル39になって、他のキャラ全部一桁っていう状態やからね。すごいやり込んでる、目線からのコメント、めっちゃ困るから、気をつけて。え、何のことかな、ごめん、何言ってるかよく分かれへんって平気で言うから。こんなリプレイ性のあるオンラインゲームで20時間なんてチュートリアルまだ終わってないぐらいやから。あー、全然見てなかったです、すんません。あ、すんません。ベースさんやないですか。ひえ、違うんです、違うんです、あひえ、全然画面見てなかったわ。なんやったら一瞬画面揺らいだ時にどう思ってちょっと会釈しようとしたわ。早いうちに味方と合流できたなぐらいの気持ちやったわ。すごい、この人透明やんってちょっと、めっちゃ透明やなこの人、すごいなって思ったわ。レイスさんは見ての通り、あの透明になったりならなかったりするよ。透明の間はあの心臓バクバクが聞こえなくなるからめっちゃ困る。嘘でしょ、無理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 。これさ、まあ今の人はまあまあまあちょっと気持ちわかるけど、割と低ランク帯で多いねんけど、めっちゃ無理やり助けに来る人いてんねやんか、やめて。めっちゃ無理やり助けに来られてもそんなん、もう正直ゲージ減るだけやから。今の人は多分レイス透明化してて気ぃつけへんかったからしゃあないねんけど、どう考えても無理やろみたいなタイミングで突っ込みに来る人いるから。3回で終わり、いや3回で終わりっていうか、この状態になったらもう終わり、このもがく状態になってしまってから助けられたらもう次吊るされたら死ぬ。いや無理ちゃう、無理ちゃうっていうか絶対いると思うで。あ、これ死んだ方がええな。
俺がいることによって俺がいることにより被害者が出てしまう。俺なんか死ぬべきなんや。僕は生きていてはいけないんだ。このゲーム喋りながらやんのむず。放送しながら使いこなせてない感すごいけど、歳三さんデッドバイデイライトログイン。めっちゃやりたいやんあの人。最近歳三さんの枠にめっちゃ遊びに行かしてもらってて、もうなんかただただ一緒にゲームをやるだけやねんけど、ゲーム友達みたいになっててすごい楽しいね。歳三さんが新しいゲーム買ってやってたらすぐ買うから。でもこのゲームな、一緒にやんのむずいねんな。歳三さんでももしあれやったら、もし見てはったらちょっと一瞬待ってください。ちょっとあのこの試合だけ。よし、ちょっと本当はこのゲーム一番真面目にやろうと思ったら喋らんのが一番ええね。なんでかっていうと、このゲームすげえ音大事やねんか。音めっちゃ聞いてやなあかんゲームやから、できれば配信しながらやらん方がええねんけど、修理してる時も逃げてる時も隠れてる時も音が本当に大事やねん。だからあの真剣にやりだしたら急に黙るかもしれんけど、あんまり気にせんといて。ちょっと真面目にやるわ。いい加減ランク下げたくないわ。最初に見つけたこの発電機とかも気軽に修理したいねんけど、修理してる音って周囲に聞こえるから。偶然、あードクターか、偶然見回りに来てた敵が、あ修理の音すると思って走ってきて見つかってっていうのが結構怖いので、最初はちょっと僕は様子見ます。あっち、めっちゃちょ、ああ、ちょ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 、これは離れる。ドクターっていうのが最近追加された DLC のキャラクターで、あの自分の周囲に電気放ちまくって生存者をどんどん狂気状態に貶めていくっていう、すごいあの悪いやつやねんけど、悪いなあ、あいつ悪い、ああ悪いわ。でもあんなとこにいるわ。よし、じゃあ修理しよう。よう見たら分かると思うけどさ、左下のあの生存者の後ろになんかもじゃもじゃみたいなジャミングみたいなかかってんねん。あれ敵に攻撃されて狂気状態、狂気レベル1になってしまった人やねん。あれ、あ、いるあれや、あれ、あ、ドクター、ちょっと距離取るわ。狂気レベルが1になってしまうと、あーなってもた、あ、くそ。狂気レベル1は別にまだ怖くない。なんか違う人追ってったな。これは別にまだ大丈夫やねんけど、右側になんか変なゲージ脳みそみたいなアイコン出たでしょ。このアイコンが振り切れてしまうと今度はレベル2になんねん。でレベル2になあたりからちょっとめんどくさいねん。追われてんな。レベル2になると敵のなんか幻覚みたいなのが自分の周囲にガンガン出てきて、本当は敵周り的にいてないのにあの信号が鳴ったりとか、敵が一瞬目の前に急にスッて出てきて消えたりとかするの。あ、これまずいな。こんだけ時間経って一つも直せてないのはまずいぞ。どうやったら蓄積、敵の近くにいると勝手にちょっとずつ溜まっていく。あと敵がなんか自分の正面に放電みたいな攻撃ができて、電気アタックができて、その電気アタックをもろに受けてしまうと一気に上がる。でその電気アタックが壁貫通するから、ドクター結構適当にこの辺隠れてんちゃうかっていうところに適当に打つだけで割と当たってしまうのよ。
すげえめんどくさい。あ、こう直して2つ直した。 OK。 あれ助けに行きたいけど誰か行ってるかな。これクローディアの、あ、敵も全員オンラインやで。あ、これクローディアの能力やねんけど、怪我してる人がの場所がわかんねん。あ、やられてしまった。ちょっとぐるって迂回して、あれ助けに行ってないんかな誰も。ちょ、あの、あれ地下室に釣られてるな。あ、当たってる、助けた。ナイスー。あー、近い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 。ここおったらバレへんな。よし、敵は視界が狭いからね。カメラぐるぐる回してこんな風に周囲見渡してとかできへんから、自分の正面しか見えてないから。ちょっとゲージ下げるわな。あの釣られてんの助けに行きたいけど、正直直したいな、修理しときたいな。これあれはちょっと味方に任そう。味方信じて、これ直すわ。来てない。視界入ったかな。あ、見失ってる。よしよし、多分最初見つかってたっぽいけど、見失ったな、あれ。オッケーオッケー、ちょっとあの人直しに行こう。このクローディアの能力でね、パークレベルを最大まで上げるとどこにおっても見えるね。あー、見つかってるか。うるせえ。うー、あー、痛い、やめて。なんでそういうことすんの。あ、これ、うわ、お前すごいところおってんな。やった、外した。バカ。よし、逃げよう。あいつバカ、あいつすげえバカ。いやー、これ窓枠越えるときは絶対にダッシュしたらあかん。窓枠越えるときにダッシュしたらめっちゃ音鳴るから完全にバレる。あの辺で壊してる。逃げ。ダッシュしてしまうと足音で敵に気づかれるから、この辺まで行って。 OK、 もう行ける。もう聞こえへん。OK。 あー、見つかってる。くそ、足音聞こえたんかな。あー、痛い。なんてことするんですか。こんにちは。見つかった。あかんかった。逃げる。でもええねええねん。ここでわしがこうやって時間を稼ぐことにより、他の人の活動時間を増やすねん、これで。お、でもこの間に修理1個直ったし、助け、あー、でもここ近かった。いや、助けに、いや、どうなんやろうな。今もう見ての通り、僕狂気レベル3までいってるんですよ。狂気レベル3までいったらもうこいつ勝手に叫ぶねん。怖いって声出して叫ぶねん。あ、いや、無理。そら無理やわ。救助早かったから、まあまだ持つけど、できることなら僕のことなんかどうでもええから早直してほしい。修理してんのが一人だけが、あ、でもあと1個か、あと1個。無理、むちゃ、俺を殺したいのか、お前だ。人、サバイバーに殺される。
サバイバーの無茶な救助計画に殺される。ひえどうしようかな。回復してとかいいか。ダウンしてしまうと自分の力ではもう起き上がられへんやんか。でこうなってしまうとなんか 75% ぐらいまでは自分自力回復できんねんけど、起こすためには絶対に味方がに起こしてもらわなあかんねんか。こんな感じでほら、こいつ偽物やねん。偽物じゃなかったら何してんねんって話やから。こんなんがちょこちょこ見えたりとか定期的に叫んだりとかすんねん。ほらどこいてんねん自分。いやちょっと待って、心音が、あーいや違う、この心音偽物か。あーいや、おった、本物ファンです。わくそ、こうなったらもう俺一人安住の地見つけるしかない。